3100。やっぱ血はどうです？毎回ね、毎回ね、ちょっとずつですかね、出ますね。減ってない。あんまり減ってない。あんまり減ってない。薬の量、今日さ、下げる時なんだよね、うん、どっちかというと、はい、まあ、あの三角でついてて、ほんのちょっと混じってるかなというぐらいなんで、うん、ちょっと指で刺しながら、はい、それから決めますね、うん、ステロイドの量は、はい、全体的に減ってはいるとは思うんですけれど、変わらないぐらいの感じかな、うん、あれ、あと期間っても何日になりますかね。あと期間って1ヶ月近くになるかな。1ヶ月になりますかね。はい。だよね、もう1ヶ月過ぎてますよね、あと4週、釣りで5週目ぐらいだと思うんですけれど。いや、違いますよ。もう今回のは6週目です。今回6週目、全然違う。すいません。いえいえ。食べる方はまあそこそこ食べてくれる。普通に食べてます。はい。ベルチュアかな、もらいましたけれど、はい、あれも食べれます。ます。あれはあれだけで、あの水にちょっと溶いて飲みますもんね。飲みます。あ、本当それはさ、助かるな。まああれを飲んだからすぐお尻にいいわけじゃないんだけど、うん、天眼天眼しよう。はい。じゃあごめんね、こうしてね。よいしょ。よいしょ。グラム。詰めようにして。OK。こっちのね。これはお口の匂いチェック。うん、赤いのがそれがそういうことなんですかね。それがね、これが素敵なんですよね。あ、前歯も、ね、前歯も真ん中についてるよね。でもここはつきやすいけど、プラスのマズルの長い子は前歯も、これだけちょっと1,2,3,4。これはまああの刺繍ポケットをね、はい、奥田巻きも弱らせる薬プラス、うん、これはね、今の歯石をね、うん、取ってくれる、うん、って言ってもそんな今日すぐ取れるわけじゃないんですけど、はいはい、お家で何秒、30秒できましたっけ。はい、それぐらいなんとかできます。テレビのところもじゃない、ね、そう。もし30秒できるんだったらさ、この K ブラシっていうのも足したってもらえません？はい。2プッシュか4、2か4回。はい。奥歯と前歯。わかりました。スプレーしてから、うん、ブラッシングをちょっとしていただく。なかなかこうだってそうやらせてくれないんだけど、上手に振るから、この子。これぐらい。さあ、そんな問題のお尻。Kブラシ出すよ。はい、じゃあお尻のこっち見ててくださいね。まあ、あ、もうついてる。これはでもさっきのやつ。さっきのです。はい。何もしないですよ。
ました。しこりがありました。こうやって入れて、こっちに。どこの角度？この辺か。これはうんちじゃない。ありましたね。初めて触れたね。ちょっと。だからこれぐらい入って。これ ほぼ実物ね、はい、こうやって指入れたらもう本当にこの先っぽのぐらいのところにこれくらいの塊が、でそれも真横から見たら上、上かちょっとそう、右側、はい、なるほど、触れるんだ。でもそれだけとは限らないんですよね。そうですね。はい、そうなんです。そうですね。そうなんですよ。それだけとは限らないんですよね。ごめんね、ちょっとこの選手出します。ごめんね、血がいっぱいついちゃって、これちょっとこの選手からね、しますね。そうか、今までしこりって触れなかったんですよ、この子一回も。あるというのはこれで分かったんですかね、その触れるところのやつがね、それより置くのはちょっと分かんないんだけど、はい、光線照射をちょっとやりますね。じゃあ持ってきて、100の3大きいやつをさ、この辺に当てといて、で、ちっちゃいやつはこっちから、この辺のやつをこの辺で、そう。で、尻尾持って、お尻の方からね。はい、ちっちゃい指けども、はい、すみません。これがもしこれだけだったらね、チューズしてみてさ、ただこれより先がさ分かんないからさ、難しいところだね。それとあと、まあ、ちょっとまた毎回あの直腸検査やらさせてください。はい、大きさがどんな状態だったのか。はい。はい。いいとか。よし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 。待て。歯に関してはちょっと年齢的にもつきやすい感じになってるんで、はい、じゃあ毛ブラシも。はい。4プッシュぐらいやってもらおうかな。奥歯、奥歯、前歯、はい、3プッシュか、はい、奥奥前で、はい、それでちょっと30秒以上、はい、ただ、チーレン程度にね、うん、はい、そうですね、出血したらそれはちょっと強すぎるというふうに思ってくださいね、はい、はい、ステロイドはちょっと下げます。25%、はい、すいません。4は4は
ください。3タブで。2.68 ミリを 2.84 に下げます。はい、2日に1回ですね。なんかグル何30か、それからもう1個足したいな。尻尾と体だとね。でまあ治療だと思って、うん、特に下半身は、はい、ウェットブラシで刺激して、はい、血流良くしてください、ね。はい、でステロイドに関してはやっぱり下げますね、はい。それからこれあんまり変わらんかったらさっきともう一種類薬を追加しますけど今ないから、はい、取り寄せておきま す、はい、す。何かというとあのステロイドの、うん、いやアトピカと同じような免疫抑制剤、うん、この種類でなるべく免疫抑制剤でさ強いのは強いんですよ、はい、骨髄を抑制してしまうような、はい、だけどそれは使いたくないんで、はい、アトピカはそういうことがないんで、うん、もう一個そういうのがあるんだけどちょっと今在庫切れになってるんで、うん、それをちょっと取り寄せて次回出したいな、うん、でステロイドはやっぱり2週間でやっぱちょっと下げてったんですね、うん、意外と、うん、ね、体がやっぱりで今食べてるのはいつもより食べてると思うんですけど、そうですね、いつもぐらいには食べてますね、はい、ステロイドのせいがありますからね、うん、そうですね、ね、下がっていくとちょっとずつ本当の食欲になっちゃうと思いますけど、はいはいはい、それからもし出ちゃったら手袋とかあります、はい、お家に手袋、うんうんうん、手袋用意して、はいはい、押し込んでくださいね、はい、見つけたらすぐ、はい、とにかく出っ放しはよく、うん、出っ放しで気がつかないでいくと、はい、乾燥しちゃったらもうアウトなんですね。はい、はい、OK です。じゃあお薬ねご用意しますね。ご褒美あります。はい、よいしょ。私もちょっと手から食べたいんだけどもうちょっとこっち来て。よいしょよいしょよいしょ、始まるよいしょ。はい、こっち向いて、はい、食べてくれるかな。はい、どうぞ。食べたね。あ、食べた。食べるね。食べるけど、もういい。はい、じゃあ、はい、今用意しますね。はい、ありがとうございます。よし、よし、よし、よし。やつがじゃないね。悔しいよね。よいしょ。じゃあ、お薬とそれから、Kブラシというあのスプレーをね、はい、要は刺激。まあ、そうやってやって30秒以上朝晩デンタルケアできると、うん、1月ぐらいすると、はい、ちょっと取れる、うん、そんな綺麗に取れるような、はい、強烈なもの、はい。